間まで、また4月8日のお釈迦様の誕生日ぐらいまでは、お楽しかった。東北地方とか北海道とかは5月ぐらいまで、お楽しかったんですけど、まあ、そういうことで、冬バージョンだと思って、今日はお釈迦様が4人、それからお母様が3人、お父様が2人、1枚の掛け軸の中で動きがあります。どうぞ見ていってください。確かめていってください。あの涅槃図はね、意外とどこのお寺さんでもお持ちでございます。だけど、釈迦のこの誕生図は、他のお寺さん、お持ちじゃございません。それも今、うちの方のこれ、本物は今、九州国立博物館で。明大供養ですね。はい。で、あの私ものこのお寺ではですね、まあ、他のお寺さんもそうでしょうけど、ね、あのこういうふうに、下地で書いてらっしゃるのが出てくるんですね。100日間。はい。だから入るときには頭はきれいに剃って、きれいに剃って、ひげも剃ってですね、入るんですけど、100日間経つとこういうふうに、みんなもひげぼうぼうですね。で、1日7回に水浴するんですね。で、常磐を取り、この黒い木と、特に麻薬人がご休憩をされてるんで、会いに行こうとされてるお姿ですね。階段を今登ろうとされています。そういうお姿が描かれています。お釈迦様がお生まれになった時のいろんな人が一つの手になったものが、この絵でお答えの釈迦さんです。ご説明をします。よければお聞きになりたい方はすいません、手前の方はお座りになって、ぐっと手前に来られて構いませんので、お座りになっていただければご説明をいたします。でこの絵、こちらの方はですね、自由方ですけれども、ですので、まあ、こういう格好はされておりません、ね、あくまでもこれは韓国の風俗で書かれております。まず最初ここですね、マヤ夫人と書かれています。お母様が、お釈迦様のお母様がマヤ夫人と言います。マヤ夫人はこの無遊樹という木のお花を今摘んでおられます。その前に来て、あの近くに寄ってみてください。これはレプリカですので、レツバが立つんです。どうぞ、鍋大国さん、慣れていってください。ねえ、うん、信仰ですから。もともとはもう五穀豊穣、要するにね、あの農業で米がたくさん取れますようにということで、こう、成り立ってきた神様ですよね。もう今ではこう稲荷さん、ちょっと商売繁盛とかですね、珍海見聞なんかの祈願にこう皆さん来られます。